さすがにおかしい。さすがにこれおかしいでしょ。もうポンポンロンなんですけど。さあ、そうですね。白が、カビちゃんも、あ、でも初チュンないっすね。す、あ、さあ、引きまして、引きまして、からの、まあ、あれ、白っぽん、あ、白っぽんせず、あ、ちょ、ちょ、あ、テンポ、あ、やばい、ちょ、やばい、白打たなかったから、白打たなかったから、だ、だちょっと一巡遅かったな。あ、もう一巡早く打ってたらね、耐えたんですけど、うん、間に合わないよね。まあ、手なりでしょうね。特になんか、なんやろ。まあ、いや、スワンコ無理やろ。スワンコ無理でしょ。もう完全に手なりとしか言いようがないんですけど。あー、でもまあ、トン引けたので、まあ、トンのみ、いや、トンドライチ？あの、ファンパイできたんで、トンドライチじゃないですかね。ピンズで染めるとかも絶対しないし、玉の間ですよね。玉の間だからそんなに無理もしないし、あー、まあ、でもこれで形決まりましたね。もう、トン泣いてトンドライチ。まあ、リーチ、打てればまあ、リーチみたいなところで。あー、さあ、テンパイ。まあ、そうですね。まあ、リーチ、トンドライチ。あー、リーチ、トンドライチ、なんだよな。あー、さあ、三品カーンしまして。三品カーン、あー、さあ、トン積もりました。あー、さあ、リンシャン、リーズもリンシャン、トンドライチ。いや、でもまあ、全然足りてはいないですが、あー、裏勝ちあー、ちゃんとね、あの、リンシャン解放でね、やっぱり5は13なんですよね。自敗どうしようかなーって感じですね。ちょ、バラバラなんで。もうちょっと揃ってくれたらね。あー、さあ、ペイ抜かない。ペイ抜かないのか。いや、別に抜いてもいいと思いますけどね。ペイ以外もバラバラなんで。さあ、なん積もりまして。まあ、染めに行きましたね。まあ、E ピン3ピン払っていって、みたいな。さあ、シャー引きま、おーっとっとっと。さあ、おっとっとっと。これ、あー、さあ、ポン入りまして。まあ、トン引いてくれたらね。トン引いてくれたら、まあ、結構でかい。まあ、チュンでもね、まあ、あれ、ああ、さあ、チュン引いたないと、一応ダブルヤクマンですかね。あ、大通信追走にはならないんですけど、ああ、さあ、トン撃たれました。トン1枚撃たれて、そうですね、シャーとチュンが、シャー、あ、でもトイメンがチュン1枚持ってる。で、シャーが誰も持ってないですね。シャー誰も持ってない。さあ、チュン出るか。さあ、チュン出て、チュン出て、さあ、ポン入りまして、シャーが、ああ、さあ、トン引いて。ああ、さあ、トン1枚、1巡止めたね。トン一巡止めて、さあ、あざと、ああ、やってばいあざで一巡で、ああ先言っとかないからいや、やっぱりね、その一巡大事なんですよね。ああ。これ先にトン切ってれば、こんな未来にはならなかったんですけどね。はい、玉の間、トンパツああ、玉の間で、天砲積もって、ごめんなさいね。あ、しかも、トンパツから1万6000おるよ、これ。なんか、形、キモい。なんか、キモいね。あー、どう、うおーおーおー、あー、さあ、カーン入りました。さあ、初手カーン入りまして、さあ、ペイ抜きまして、さあ、ペイ抜きまして、さあ、めちゃめちゃドローしまして。さあ、E1 と Q1 欲しいかな ?E1 と Q、あ、さあ、E ピンああ、E ピンね。なるほど。はい。なんかすごい3個ですね。ワンチャンのメンチになるかなって感じですね。メンチになる。ああ、さっきのさあ、なんかめちゃめちゃ感しておりまして、もうすでにすごいことになってるんですけども、E1 と Q、あ、でも Q1 ないっすね。Q1 が、あ、でも E1 もないな。いや、え、ん？あれちょ、なくない？あれちょ、待って。E1 が残り1枚、Q1 が残り1枚。いや、無理じゃね？あと9ピン、音？あれ、9ピン？ 9 ピン、あ、E1 なくなった。E1 なくなりまして、さ、9ピンがちなみに、そうですね、全員山かな。さ、あと9ピン行きまして。さあ、リーチ？さあ、じゃあリーチ入りました。さあ、パーソーですね。チートイパーソー待ち。パーソー待ち結構いいんじゃない？パーソー良さ待ちですね。あと、テンパイさあ、パーソー山2対、Q1 山1ですね。まあ、2対1。いや、2対1ちょっときついですよね。まあ、ちょっとこっちも残り1枚しかないからね。神ちゃんがね、その2枚押さえちゃってるんで。まあ、ちょっとそれ厳しいから。さあ、パーソー、止めて。さあ、パーソー止めた。さあ、パーソー止めたことによって、止めたことによってね、歪んだね。打ってたら違ったんですけど、まとめたことによってやっぱメンチン吸ったんですね。形いいですね。まあ、親ですよね。親ってトンパツなんで、まあ、メンピンドラドラで十分なんで、まあ、とりあえず、手なりで進めていってって感じですね。さあ、ペイ抜いて、もうこんだけペイあるとね、もうもはや染める必要がないんですよね。だから普通にリーチ打って、ハネマンとかでいいんで、さあ、チーピン引きまして、ああ、なんかもう、まあ、なんかすごいな。なんかもうすごい形になっている。ああ、さあ、パーピーで、ああ、さあ、テンパイは取らなかったですね。一応、チーピン打てばね、イースーピンだったんですけど、ああ、さあ、一発持てた。
いや、これ、チーピン打ちリーチやったらね、チーピンリーチやったらこれ一発もんでね、まあよかったんですが、あ、さあ、相手もバイさあ、やだまあね、それはね、ね、イーソー一発つぼよりも大車輪の方がいいですからね。すごいね、ちゃんとね、ちゃんとドタカミ一発。うん、さあ、そして文字も小さい。あ、めちゃめちゃ強い形ですね。はい、玉のまサイドカバー、あ、いやさあ、いや、もうこれ、ラスベでチーホーってもうめちゃめちゃ嬉しいからね。ああ、もうみんなね、都合よくテンホーチーホー引くんですよね。手なり気味ですかね。うん、まあ、ピンズもまあそこそこいい形ですし、うん、いや、まあ、手なりやろ。うん、まあ、染めるかもしれんけど、うん、あ、ローピンから言ったね。まあ、ローピンから言ったね。あ、まあ、自敗からとか行かずに、ああ、はい、はい、もう、はい、もう絶対、絶対染める2期。うん、まあ、でもまあ、普通にね、あ、なんか、竜衣装とかいけそうな感じで、初両装、スーソーですね。初両装、あ、とか、パーソン泣かなかったね。トイメのパーソン泣かなかったらさ、リャンソーも泣かない。で、泣かない。パーソン泣かない。リャンソー泣かない。サンソーも泣かない。絶対泣かない。絶対泣かないけど、なんか泣かないことによって、リュウイソーの灰がむじめに入ってる。ああ、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 いやいやいや、いや、すごいな。泣かなかったんですけど、全部。ああ、ああ、ああ、そんなことある？ああ、やばい、まあまあ、それは泣くより面前で仕上げた方がいいからね。若干ピンズがまあ、いいかなーっていう感じですかね。まあ、ただ、言いそうがドラなんで、まあ、ああ、さっき、あ、99割で？あと？あと？あと、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 これはなんだ？今のはちょっと九死九敗で歪んだか九死九敗で、ターチャの九死九敗でちょっと理性マラが行われた可能性があります。さあ、どうしようかね。トンとシャアがね、トンとシャアがどこで投げるかみたいなところと、まあ、あとは一面つ欲しいなってところですね。ああ、リャンピンかスーピンね。リャンピンかスーピン、まあ、引いてほしいなー。すっ、あい。さあ、引きまして、さあ、シャアをいいところで投げまして、からださあ、テンパイ。いやー、やっぱりねー、それ、ああ、じゃあ、そういうことなっちゃうんですよね。ああ、やっぱり九死九敗リセマラね。いやー、怖いですよね。九死九敗した瞬間にこんなにね、少数紙いきますからね。はい、金のマーラーラーいや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 。何が起こったトイメン P 抜いたら終わったんやけど。